情報商材はマジで買う必要ない。買う必要ないって。全部今の時代、お前が知りたいこと、調べたいこと、何もかもインターネットに載ってる。チャット GPT が教えてくれる。買う必要ないって。うん、買う必要ない。ジョージ、お前情報商材屋じゃん。そんなこと言っちゃって大丈夫なの？お前のビジネスに悪影響出ないのか？俺は真実を伝えるから、情報商材はいらない、買う必要ないです。うん。じゃあなんで俺が情報商材を用意してるのか、コースを用意してるのか。俺コース3つあります。1つ目コミュ力自信マスターコース、2つ目テストステロンマスターコース、3つ目はまあオンラインサロン、オンラインコミュニティだね。まあコースではない。うん。ただ3つの情報商材、まあいわゆるね、情報商材を僕は持ってます。じゃあどういった人がこういうものを買うべきなのか、でなんで俺が用意してるのか、まあ、さっきも言った通り全然自分で調べれば出てくるんだよね。うん。例えばじゃあテストステロンを高める方法、調べれば出てくるって、誰かが教えてくれてるって。うん。で俺から教わる必要もない。だってもっとエキスパートがいるじゃん。もっとね、メガネかけてオタクでマジでもこんな研究家がいるわけじゃん、どっかに。特に英語圏の、インフルエンサー見たら。じゃあそれでもなんで俺は用意してるのか、なんで俺が作ってるのか、シンプルにその調べる手間を省くため。情報ってのはたくさん転がり込んでるわけじゃん。あそこにあったりこっちにあったりこっちにあったりで、どれが本当でどれが嘘で分かんないわけじゃん。だから俺は自分にとってうまくいったこと、自分にとってマジでためになったことを一つのコースにまとめて販売してる。だからこのコースを買った人たちってのは、その俺がやった調べる手間、実践する手間ってのを省くことができる。それがこのコースの価値です。以上。だからそんな情報なんかにお金かけたくないっていう人はマジで買わなくていいし、かけなくていいし、かける必要もないと思います。うん。で唯一買うべき人ってのは、そんな調べてる時間がもうない人、早く答えが知りたい人で、ジョージにとってうまくいったこと、ジョージの言ってること、ジョージがまとめたもの、ジョージの声で、ジョージの情報を知りたい人ね。例えばじゃあハイティーになる方法ね、ハイティーな食事のレシピ俺公開します。ジョージがどういったものを食ってんのか知りたかったら買えばいいんです。うん。でまあこういうこと言うと、じゃあジョージなんでそれを YouTube で出してくれないの、無料で出してくれないの。シンプルに俺にとってメリットがないから。メリットありません。俺が、むしろデメリットしかない。俺のテストステロンマスターコースは計5時間にわたります。計5時間です。この5時間の内容を YouTube に出したらね、専門的なことがありすぎてニッチすぎてクリックされないんだよね。どんなに俺AI のサムネイル使ってもどんなに頑張ってもクリックされないんだよね。メリットないわけよ。むしろデメリットの方が大きい。なぜかというと、あんまりクリックされない動画を載せると俺のチャンネルのアルゴリズムが悪くなるから。 YouTube のアルゴリズムってのは、動画を出します、いろんな人にクリックされます、それによっていろんな人に広がるようになってるね。いろんな人の画面に表示されるようになってるね。だから俺がパフォーマンスの低い動画を出したら、俺のチャンネル自体がパフォーマンス下がるわけよ。あんまりクリックされなくなっていっちゃうわけよ。悪影響が出るわけよ。だからこういった形で濃い情報、もっと掘り深掘った情報っていうのは俺はコースにしてる。でこれが俺のビジネスで、俺は別にこれになんていうのかな、やましさとか申し訳なさとか持ってない。なぜかというと、俺はこのコースに価値を積み込んでるから。俺が思うその値段以上の価値を積み込んでるつもりだから。で俺自身情報商材を買って、でこれは3年前かな、コミュ力30日チャレンジ、ね、How to Beast っていう YouTuber が出してるコミュ力30日チャレンジをやって、それで俺の人生マジでガラッと変わったから、同じようなものを作って日本のみんなにも届けてる。もちろん俺のオリジナルだよ。でそれを通して人生変わったった人がいる。
だから売り続ける。ためになってんのも人の。ビジネスってのは問題を抱えている人にその問題の解決策を与えることです。問題の解決を行うことです。で、情報商材っていう悪いイメージがあるけど、その情報商材によって人の人生が変わってるわけだから、俺はそれをいいと思ってる。うん。で、これが仮にその情報に価値がなくて、全くその問題解決ができないような商品をバン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 出してたら、俺はそれは問題だと思う。しかも返金保証がなければ。うん。ちなみに俺の商品は全て返金保証ついてます。チェックアウトページの一番下行ってください。返金保証ついてます。だから30日間使ってみて、もし効果感じられなかったら、満足できなかったら、俺にメール1本くれれば俺返金してます。システム上31日以上になったらもう俺返金できないんだけど、プラットフォーム、その30日間はそのプラットフォームでホールドされて、31日目に俺の銀行口座に入るから、俺の銀行口座に入った瞬間はさすがにもう返金できないんだけど、30日間はホールドされてるので、俺のお金にすらなってない。だから返金補助ついてるんですよ。だから欲しい人が買えばいいと思う。それによって自分の人生変わるかなってちょっと思う人は買えばいいんじゃないかと思う。買わなくていいです、それ以外の人は。ね、自分で調べて1から10まで自分の力でやるんだったら、俺はむしろそっちの方がいいんじゃない、俺はむしろそっちの方がいいんじゃないかと思う。みんなどう思う、それに対して。俺はそれによって人の人生がより良くなってるんだったら、むしろ自分はいいことをしてるんじゃないかと思ってる。うん。で、返金保証もついてるんだし、しっかりその値段に見合った価値を俺は提供してるわけだし、で、その値段に合った価値を提供されてないと思ったら、返金を俺に要請すれば返金されるわけだし、だから誰も失うものない、誰も嫌な思いしないと思うんだね、このビジネスをやってて。うん。で、もしお前にもなんか自分の専門知識、他の人の人生を変えれるような何かを持ってるんだったら、それを俺は商材にして売ってもいいんじゃないかと思ってる。ただ正当なやり方でやってほしい、ね、返金保証をつける、正当な価格で売る、実際にためになるような情報を入れる、値段以上の価値を与える。うん。で、俺は変なやつ増えてほしくない。この情報商材のイメージが悪くなるから、変なやつ増えてほしくない。クソみたいな商品売るやつら、この方法で100万円稼げます、マジでやめてほしい、そういうの。本当に100万円全員稼げんのかって話。返金保証つけてんだったらまだわかるよ。うん。まあ、それに関して俺ちょっと喋りたかった。もう新しい時代なわけだから。多分どんどんこういったね、フィットネスコースとか、まあ、自信コースとか、テストステロンコースとか、いろんなコースを売っていく人がたくさん増えてくるんじゃないかと。で、まあ、みんなも、じゃどういった人から買うのか。必ず返金保証をつけてる人から買ってください。返金保証をつけてない人は、買わない方がいいです。だって買うまでは中身が分かんないわけでしょ、まあ、その人にめちゃくちゃ信頼を置いてるんだったら買えばいいと思うけどね、あんまり信頼を置いてない人なんだったら必ず返金保証をつけてる人じゃないとダメです。情報商材は買ったら。あとはネズミ講ね、マルチ商法、その辺も気をつけてください。価値を与えた対価でお金をいただくのはいいけど、そういうマルチ講とかネズミ講ってのは価値を提供してお金もらってるわけじゃないでしょ。自分にお金が入るように誰かを捕まえて、ね、借金させて、で金払わせたらお金が入るわけでしょ。で そこの間にその情報、そのサービスがないわけじゃん。それはノンセンスよ。うん、ノンセンス、やめた方がいい。まあ、その辺も含めて、気をつけていただければなと思います。でこれが俺のスタンスなんで、この今後もこういったコースの販売は継続していきます。で欲しい人は買えばいいし、欲しくない人は買わなければいいと思います。まあ、一応ね、まあ、その気に食わない人がいっぱいいるってのは知ってるから、こういった情報ビジネスに対して、うん、だからまあそういった人たちにまあ、理解してもらえるかどうかわかんないけど、まあ、これが一応俺がこういったビジネスをやってる理由。でそもそも俺の YouTube 自体がもう全て情報なわけだから、いい、俺はこれにおける専門家だと思ってる、エキスパートだと思ってる。
みんなに情報を分かりやすい形で伝えるってこと。これ俺得意なんだね。俺の特技なんだね。で、この特技は俺3年間通して築き上げたこと。うん、で、俺の動画見て、俺のこと好きっていう人、俺のこの話し方が好きっていう人、俺の言ってることが分かりやすいっていう人は、もしかしたらその先のコースもためになるかもねってところ。そうじゃないんだったら全く買わなくていいです。はい。ということで、まあ、情報商材についての俺の意見はこんな感じです。まあみんなも、なんかあれば教えてください。ということで。